加東市にあります直売所フレスコ社にやってきました。はい、ということでここにあれなんですよね、うん、桃はもちろんのこと桃ジャム、はい、あったりするんですよね。はい、もちろんあります。行きましょう、行きましょう。加東市の特産品が売っておりますので。わあ、わあ、すごいよこれ。すごいよ。じゃじゃーん、綺麗ね。これずらー並んでますよ。これですね、服部さん。はい、八代の桃がここにまあずらりありまして、うん、もちろん他の野菜もありますけど、あれなんかすごい私待ってますよみたいな奥様が、はいはい、こちらが桃ジャムの、はい、販売所になります。お名前は安田と申します。安田さん、はい、安田さんは桃ジャムを作る側でいらっしゃるってことですか。そうなんです。なんかこう見るだけで分かるぐらい果肉がしっかり残ってません、ね、はい、これがうちの特徴なんです。ここであるように兵庫ブランドなんです。その認定されてね、じゃないな、それからずっともうここの地域だけのものじゃなし、うん、味じゃなしに、うん、広くね県下でも注文してくださる方もあるんですよ。そういうことですよね、はい、ちょっとだけこうペロリンチョペロリンチョさせていただくことを、はい、どうぞ。どうですか、はい、こちらこれ開けてもあこかな、やりましょうか。あ、来た、あ、来ました。男性の力借りるみたいな、か弱い女子みたいなやろうかと思ったんですけど、いいですか、はい、いただいても。わ、ほら見て、やっぱり果肉が、え、桃じゃん。桃です。ジャムじゃないじゃんみたいな。いただきます。いや、桃じゃん。これはうめえ。い桃感がこんなに強くていいのかっていうぐらい桃。いただきます。めっちゃうまい。おいしい、ねえ、フレッシュ上品な味です。安田さんのお顔も ね、フレッシュ、フレッシュですね。わあ、ね、これおいしいわ。本当に桃そのものの味を楽しみながらジャムとして食べれるっていう感じがすごいしますね、これ、はい、こんだけそのままでもおいしい桃があり、うん、そして加工品としてもおいしい桃があり、うん、自慢じゃないですか。はい、そうですね、もう J みのりの自慢の商品になりますんで。いや、このもう八代の桃っていうのに私は完全に惚れました。これからも応援しておりますので。ありがとうございます。ありがとうございました。ほんまに美味しいです。